スラエル・パレスチナ情勢をめぐり G7 主要7カ国の外相が声を出しました。時は激しい論が行われ気圧直でお互いに遠慮の気圧でした。 G7 外相会合は都内で2日間にわたって行われ中東情勢やウクライナ情勢などまとめられた共同声明では、ハマスへ一つ確保、ガザ地区の人道危機には緊急行動が必要だとし、戦闘の設置を支持すると見直しを求める